私はパニコ、30歳。専業主婦でスーパーで働くカツミと0歳の娘のパニミと暮らしています。パニミが生まれた時、母のパニカート、父のパニオ、シングルファザーの兄、そしてもちろんカツミもみんなすごく喜んでくれました。かわいいね、孫が2人もできるなんて幸せだよ。私たちは本当だな。カツミくん、育児に関してわからないことがあったら俺が何でも教えるから相談してくれよ。はい、俺育児頑張ります。この時の宣言通り、カツミは最初積極的に育児をしてくれました。でも1週間もするとパニミにほとんど関心を持たなくなってしまったの。いくらカツミが癒しても泣き止まないので面倒くさくなったんでしょう。ただたまに一瞬パニミの面倒を見る時がありました。そういう時カツミは決まって私にスマホを渡してくるんです。パニコ、俺がパニミの手を握ってるところ動画に撮って。実はカツミがパニミに絵本を読んであげている動画が SNS でちょっとバズってね。カツミの職場は子持ちの女性が多く働いています。その女性たちがいいパパねってな感じでカツミの投稿を拡散しまくったのよ。そしてそれに味を占めてしまったカツミ、実際はほとんど育児をしないのに、カツミは SNS にイクメン気取りの動画や写真を投稿することだけは欠かしませんでした。いいパパだって言われて女子社員たちにチヤホヤされるのが気持ちいいんでしょうね。あのさあカツミ、動画撮るとき以外もパニミの面倒をちゃんと見てくれない？俺は外で働いてるしさ、家にいるときくらいゆっくりさせてよ。それにしたって家では常にゴロゴロしてるだけじゃないの。カツミは家事も手伝ってくれません。家事が苦手だってことは分かって結婚したからいいんだけど、それならせめて育児をもっと手伝ってほしいわ。私一人で家事も育児も全部やるのはめちゃくちゃ大変でした。だからカツミに対する日々のイライラは募るばかりだったの。でも男性ってパパとしての自覚を持つまで時間がかかるっていうじゃない。だからね、きっとカツミにもいずれは父親としての自覚が芽生える時が来ると私は信じることにしたんです。そんなある日のこと、カツミとパニミと3人で買い物に行きました。本当は私一人で行こうと思ったんだけど、育児に関心がないカツミと生まれて間もないパニミを家に二人きりにしておくのは心配だったんです。カツミはベビーカーを押している私の横でずっと、今日は仕事が休みだから家でゆっくりしたいのにと文句を言っていましたけどね。あんたがパニミの面倒を見てくれないからこうして外に連れ出すしかなかったんでしょ。そして買い物を終えてキロを歩いている時、パニミが泣き出したの。おそらくお腹が空いているのだろうと私はすぐに察しました。なので近くの公園まで行き、パニミにミルクを飲ませようとしたんですが、な、ちょっとパニコ、ちょっとパニミを貸せ。え、あ、ちょっと、カツミが急に私からパニミと哺乳瓶を奪ったんです。どうしたの急に。いいから、ほらほらパニミ、ミルクだぞ。そして公園の出入り口の方を見つつ、パニミにミルクを飲ませるカツミ。不思議に思いながら私も公園の出入り口を見たんですが、そこにいたのはカツミの職場でパートをしている近所のママ友でした。ママ友は私たちの方へやってくるなり、 SNS の動画見てますけど本当にカツミさんは素晴らしいわとニコニコしながら言ったんです。それほどでも、こんなの当然ですよ。それにね、育児はほとんど僕がやってます。よくそんな嘘を得意げな顔でさらっと言えるな。
あれパニミ、ミルクもう飲まないのか。よし、高い高いしてやろう。ちょっとやめて。私が怒鳴って慌ててカツミを止めようとした時、そのママ友は気まずそうに失礼しますと言い公園を出て行きました。カツミ、まだパニミは首が座りきっていないんだから、高い高いは危ない。しかもミルクの後はゲップさせなくちゃ。え、あ、そうなの。じゃあはいと、カツミは私にパニミを返してきました。ママ友がいなくなったからパニミの面倒を見る意味はこれ以上ないと考えたんですね。この人、パニミのことをまるで道具のように扱ってない？パニミはあなたの好感度を上げるための服やアクセサリーじゃないのよ。家に帰った後、さすがに私はカツミを怒鳴りましたよ。あんた、周りに自分はイクメンだって印象づけてカッコつけたいからってパニミを利用するのはやめてくれない？はあ？育児はほとんど僕がやってるってさっき言ってたけど、なんなのよ、大嘘じゃない。そういうのやめなよ、恥ずかしいわよ。何が恥ずかしいんだよ。さっき俺褒められてただろ。そんな俺の妻だって思われてお前だって嬉しくないのかよ。あなたが本当に育児をやってくれるならそりゃ嬉しいわよ。だけど嘘じゃない、本当に恥ずかしいから、もう外でイクメン気取りするのやめて。はあ、意味わかんない。あー疲れた、もう寝る。そう言うと、カツミは夕方なのにふてくされて寝室にこもってしまいました。まあ夕食時にはリビングに出てきてむすっとした表情をしつつ、無言で私の作ったご飯を食べていましたけどね。翌朝も不機嫌そうに私の作ったご飯を完食したカツミはお箸を食卓に叩きつけ、ごちそうさまも言わずに仕事へ出かけていきました。そして夜、仕事から帰ってきたカツミは私を見るなりふんと鼻息を出し、なんとパニミが寝ているそばでタバコに火をつけようとしたんです。じゃ、パニミがいるのにタバコなんかやめてよ。あなた、タバコはずいぶん前にやめたんじゃないの？と、私がパニミを起こさないように小声で注意すると、うるせえ、お前が俺をイラつかせたんだろ。タバコでも吸ってないと気持ちが収まらないんだよ。その瞬間、パニミが起きて泣き出しました。おい、うるさいぞ、パニミを黙らせろ。あんたの声にびっくりして泣いてるんでしょうが。私は一旦台所に引っ込み、こっそりあることをしました。そしてパニミを抱いて自分の部屋行き、荷造りを始めたんです。こんな家出て行ってやる。とその時でした、実家の母から電話が来たんです。もしもし、明日急遽パニコたちが住んでるマンションの近くで用事があって、お父さんとそっちに行くんだよ。パニミに会いたいし、少しお邪魔してもいいかい？そこで私はいいことを思いつきました。うん、いいよ。パニミとカツミと3人で待ってるからね。翌日、いらっしゃい。お父さんもお母さんも上がって。うちに来た両親を私はリビングに通しました。すると、パニミ、楽しいか？さっきまでソファーで寝っ転がって鼻をほじっていたカツミが、ベビーベッドの中のパニミとおもちゃで遊んでいました。こいつ、うちの両親が来た途端、またイクメンを気取りやがって。やあ、カツミくん、久しぶりじゃないか。SNS も見ているが、育児頑張ってるみたいだな。はい、俺、イクメンですから。ほら、パニミ、抱っこしてあげるよ。よいしょっと。何がイクメンよ、嘘つき。と、その時です。突然父が、カツミの腕からパニミを奪ったの。あまりに急なことだったため、カツミはキョトンとしていたんですが。おりゃ、パニミのおむつ、変えた方がいいな。え？ああ、そっか。パニコ、パニミのおむつを変え。パニックは私とお父さんにお茶を入れようとしてるじゃないか。あ、だな。カツミくん、おむつ替えできんだろ。いつもやってるんだもんな。え？
な、はあ、パニコ、おむつってどこに？あ？パニコに聞かねえとどこにあるかもわかんねえのか。普段やってんのに置き場所もわかんねえのか。ってことはもしかして普段育児をやってないんじゃ。そんなことありませんよ。おかしいな。あれ？このテレビラックの中にあったはずなんですけど。そんなところにしまってるわけないっつーの。私はパニミのベビーベッドの横にある棚からおむつを出し、カツミに渡してやりました。ありがとう。と、受け取ったカツミは、恐る恐る両親の顔を見ました。すると、うちの両親が無言で、冷たい視線をカツミに送っていたのよ。私は数年前に、兄が離婚した時のことを思い出しました。兄の元奥さんも、家事や育児をめちゃくちゃサボる人だったのよ。で、うちの両親の前でだけいいママのふりをしていたんです。兄は家事と育児をしつつ、フルタイムで毎日会社で仕事して、あまりに多忙だったため過労でダウンしちゃったのよね。その時うちの両親はいい奥さんだと思っていたのに騙されていたとだいぶ怒っていました。両親には今の克美がその時の兄の元奥さんと重なって見えるんでしょう。克美くん、何をガタガタ震えてるんで、さっさと変えてやらねえとパニミがかわいそうだろ。はい。まさか克美さん、変え方を知らないなんて言うんじゃないだろうね。 SNS には娘のおむつ替えは自分の仕事だって書いてあるじゃないの。あれは嘘かい？嘘じゃないですよ。俺はイクメンですから。そうして克美が慣れない手つきで交換し始めたんですけど、どうなってんだこれ。これはどうすれば。私にチラチラ視線を送って助けを求めている克美。お父さん、見たかい？あれで育児してるつもりかね。ったく、もう見てらんねえ。俺とかばれい。父は克美を押しのけると、慣れた手つきでパニミのおむつをパパッと交換し始めたんです。うちの父は兄の子供の面倒も積極的にやっています。さっきあんたがパニミを抱っこした時から私たちは気づいていたよ。パニミが窮屈そうで見てられなかったね。まさか外でもさっきみたいにパニミを抱いて自分はイクメンだとか言ってるんじゃないだろうね。いや言ってるよ。この間も公園で恥ずかしかったもん。恥ずかしいって何が恥ずかしいって言うんだよ。あのね、赤ちゃんの抱き方を見れば世間のママさんたちにはその人が本当に家で育児をやってるかどうか一瞬でわかるんだよ。そうなの？あの時のママさんもパニミを抱いているカツミを見て、この人実は育児をちゃんとやっていないんだわって気まずそうに去っていったもん。俺だって一瞬でわかったぜ。自ら間抜け面を晒して、ほんと恥ずかしい人だよ。そこでカツミが顔を真っ赤にして体を小さくしていきました。両親がカツミを追い込んでくれたし、そろそろこいつにとどめを刺すとしますか。お父さん、お母さん、私この人と離婚するわ。離婚？この人にも父親としての自覚が芽生えると信じてみたけど、もう無理だって分かったし、これ以上耐えられないもの。賢明な判断だね。パニミのためにもそれがいいや。そんなだって育児なんて女の仕事。バカ言ってんじゃないよ。育児は親の仕事だ。そうそう、イクメンなんて言葉も俺からしたらちょっと恥ずかしいってなもんよ。子供の面倒を見るなんて親として当たり前のことしてるだけなんだからな。とその時です。我が家のインターホンが鳴りました。そしてある人たちをリビングにご招待。そのある人たちとは、父さん、母さん。そう、義両親。うちの両親が来る時間に合わせて義両親にもここに来てもらうようにお願いしておいたの。もちろん事前に
辰巳の普段の様子を話し、もう限界だから離婚することもちゃんと伝えました。義両親は初孫のパニミが大好きです。義両親は私と私の両親に深々と頭を下げました。そして辰巳をズルズルと玄関の外へ連れて行ったんです。ちょ、話せよ、悪かったってば。玄関のドアが閉まった後もしばらく外から辰巳の泣き叫ぶ声が聞こえていました。その後、辰巳と私の離婚が成立。パニミの親権はもちろん私のものになり、辰巳から養育費をもらうことに成功しました。さらに辰巳は仕事を辞めることにもなっちゃったんです。どうやら自称イクメンの化けの皮が剥がれちゃったみたいでね、職場のみんなから白い目で見られるようになっちゃったんだとか。辰巳は SNS でもかなり責められていました。養育費を支払うために作った借金を返済すべく、辰巳は義両親のつてでいくつかの仕事を掛け持ちでやらされているみたいなんですが、どれもかなりきついんだとか。義両親は辰巳に徹底的に罰を与えるから、パニミちゃんと時々会わせてほしいと私に頼んできてね。1年に1度、私は義両親にだけパニミを会わせています。辰巳には一生会わせてやらないつもりだけど。さて、一方の私はというと、両親と兄と姪っ子が暮らす実家で、パニミと2人でお世話になっています。父が育児を積極的に手伝ってくれるし、母が家事をやってくれるし、もう本当に助かっちゃう。もう少ししたら、独身時代に勤めていた会社でまた働き始めることも決まりました。この間みんなで夕食を食べていた時のこと。お母さんの作るご飯本当に美味しいわ。パニコが家に帰ってきてから家事を手伝ってもらえるし、私は助かってるよ。ありがとうね。私の方こそ。お父さんにはパニミのお世話もしてもらってるし、ありがとう。可愛い孫の世話をさせてもらえて、こっちが感謝だぜ。家族がたくさん家にいて賑やかで、パニミも前より笑顔が増えたし、本当に良かったわ。イシシ。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。